はい、中3英語ですね。今日はね、一つ新しいお話紹介していきますね。どんなもんかっていうとですね、まず主語、はい、いきますね。主語、そして be 動詞が来て、その後に形容詞、そして接続詞のざっと何々とね、続く、このパターンの文章。はい、これをね、紹介していこうかなというところなんですね。意味としては、何々は何とかということを何々するとか、ね、何々は何々なので何とかだとか、何々してなんとかだとか、まあこう言われてもよくわからねえんで、まあとりあえずその例文としてね3つほど用意してみましたので、こいつについて確認してみようかということでございます。このざっと、接続詞のざっとですのでね、省略することも可能です。だから書かずにっていうこともできるんですが、例えばこんなんです。 I'm glad that、 そして We can practice a lot という具合ですね。 I'm glad that we can practice a lot、ね、I am、 そして glad という形容詞、そしてざっと何々と、ね、いうふうに続いております。この形でですね、はい、ね、I'm ね、まあ、be glad that ね、be glad that、はい、この形でね、まあ、glad というのは嬉しいということになりますので、はい、ざっと以下ですね、何々して嬉しいね、こんなような感じで取っていきます。つまり、私はざっと以下して嬉しいね、まあ、ざっと以下だということで嬉しいということですよね。はい、ですので、じゃあどんな意味になるのか。はい、私はざっと以下です。We can practice a lot。私たちが、たくさん練習することができて嬉しいです。ね、こんな具合ですね。はい、I'm glad that we can practice a lot。私は私たちがたくさん練習することができて嬉しい。はい、be glad that、ね、なんていう形で、ざっといか何々して嬉しい。はい、こんな調子で撮ってみるんです。もう一度です。I'm afraid that we can't practice で、まあちょっと似てるね、文章にはなってますが、今度は glad がね、afraid と、ね、いう言葉になりました。be afraid ね、that ということですね。はい、このね、今度は be afraid that ね、be afraid that ね、ときますとですね、ざっと以下、何々がね、今度はね、心配ですね、心配だと、ね、いうような意味になりますね、心配だと、ね、いうことですね、ざっと以下だということが心配だということになります。はい、じゃあざっと以下どんなことが書いてあるかというと、We can't practice today。はい、私たちは今日、ね、練習することができないのではないかと、はい、心配ですということになりました。はい、be afraid that で、何々ざっと以下が心配です。で、ざっと以下が心配です。ね、いうような意味になってきます。それからもう一丁が、I'm sure that ということですね。はい、I'm sure、まあ、be sure that ですね。ここでですね、はい、きっと何々と思う。ね、きっと何々と思う。ね、こんな感じで取っていくんですね。はい、be sure that で、きっと何々だと思う。はい、じゃあきっと私は何だと思うんでしょうか。Your team will win. Your team will win. はい、私はきっとあなたのチームが勝つと思います。確信の意味を、ね、持ってね、きっと何々だと思うというのが I'm sure that と、ね、いうことに書いてありましたということですね。ということで、主語が来て be なんちゃらざっと、 be 形容詞ざっとの形ですね。はい、これを今日はね、新しく紹介してみました。一つは be glad that、ね、何々して嬉しい、はい、I'm afraid that、ね、何々で心配だ、それから be sure that で、きっと何々だと思うなんていうことで、まあ、3つ紹介はしてみましたよということでございました。ざっとは省略することも可能ですということですね。はい、ではこんなところでした。